井上貞夫は、日本の実業家、京王帝都電鉄代表取締役社長。京王プラザホテル代表取締役社長、東急車両製造取締役、西新宿で初の超高層ビルとなった京王プラザホテルの創業者であり、西新宿を作った男の異名がある。京王帝都電鉄の初代社長であった三宮四郎の公認として、 1960年代の高度成長期に、京王帝都電鉄と京王グループの発展に寄与した。京王電気機動の創業者で、初代社長の井上徳太郎とは、同性であるが、血縁関係はない。愛媛県北上郡木佐片村の大来人社の宮司の三男として生まれる。関西学院第三高等学校を経て、京都帝国大学に進み、卒業した。 その後上京して東京山手急行電鉄に入社。合併により、所属が小田急電鉄、東京急行電鉄と変わり、終戦時は東急京王支社長の職にあり、東急京王線の戦後復興に尽力する。1946年6月1日、大東急が分割解体され、東急の第2会社として京王帝都電鉄が新たに発足。 井上は専務取締役に就任した。大東急の分割再編成にあたり、東急車内は再編案をめぐり紛糾する。京王線は旧京王電気軌道の主力事業である電灯電力供給事業が強制的に国会館され、戦前の有力市会社が東急によって売却されており、京王線の運営だけでは独立採算が危ぶまれたからである。 そこで、東急専務である大川博氏は、旧、小田急系であった井の頭線を、京王線の線区に移管して、京王線、井の頭線を運営する新会社、京王帝都電鉄を発足させる、再編案をまとめていた。井上は、大川案に賛同し、新会社の経営に不安を感じていた、旧、帝都電鉄の従業員たちの説得に奔走して、 新会社の発足を実現させた。1957年4月15日、京王帝都電鉄の初代取締役社長であった、三宮志郎社長が退任、同年5月18日に公認として井上が二代目の取締役社長に就任した。社長在任中は、京王線新宿駅及び新宿駅発大駅間線路の地下化新型車両の導入、 高尾線の建設、西東京バス設立、京王ストアや京王百貨店、京王プラザホテルの開業、京王桜川丘住宅地の開発など、車業の発展に敏腕を振るい、京王が戦前からの機動線事業者から大手施設へと飛躍する時期を牽引していく役割を果たした。特に京王プラザホテルの建設にあたっては、当時事実上の親会社であった東急の社長で、 慶応の取締役でもあった後藤のが難色を示した。地下3階、地上47階、建築費140億円という日本最大のホテル、建設構想はホテル経営に精通した後藤からすれば常識を超える発想であった。メインバンクからは開業後10年間は赤字と区限を提され、社外監査役も反対していた。しかし井上は後藤らを解き伏せ、 1971年に開業にこぎつけたのである。なお、後藤昇は、慶王プラザホテルの取締役に就任し、井上の事業に協力した。1969年5月26日、社長職を小林菓夫副社長に譲り、慶王プラザホテルの社長に専念した。西新宿一帯の淀橋浄水場水上廃止後の広大な跡地の開発は、 父として進んでいなかったが、京王プラザホテルの開業を契機に一気に開発が進み、超高層ビル街となった。晩年は、自ら人頭式を取って開発した、京王桜ヶ丘住宅地に住み、1985年に83歳で死去した。なお、京王線成績桜ヶ丘駅は、特急停車駅であり、京王の社長が住んでいるから、 特急の停車駅になったと語られることがあるが、誤りで、京王が開発した桜ヶ丘住宅地の最寄り駅として、特急電車を停車させ、その住宅地に井上ら、京王の幹部社員が移り住んだというのが事実である。なお1988年3月14日には、京王邸と電鉄本社が、新宿3丁目から成績桜ヶ丘駅前、移転している。 ありがとうございます。